皆さん、こんにちは。大分県教育庁人権教育ブラック差別解消推進課の秋吉です。今日は人権尊重のまちづくりと題しまして、ブラック差別問題を中心とした人権意識や差別の現状、そして、皆さんが住みよいまちづくりに進める上で意識してほしいところをお話ししたいと考えています。今日の私の話は、公民館の仕事に携わるのが初めての人に向けた基礎的な内容が多くなると思います。経験の長い方にとっては既に知っている内容になるかもしれませんが、重要なところを確認するという意味でお聞きいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。本日の研修では、人権意識の現状、ブラック差別解消推進法とネット上の差別の現状、人権尊重のまちづくりのためにの、3つの視点でお話しさせていただきます。大分県では人権に関する県民意識調査を、5年に1回行っております。直近では平成30年度実施分が、直近のものとなります。その中で、今の日本で人権は尊重されていると思いますか？という質問に対する答えはこのようになっております。尊重されている、どちらかといえば尊重されているを合わせると71.8%となっており、多くの人が人権が尊重されていると感じているようです。どちらかといえば尊重されていない、尊重されていないを合わせた15.9%が気になるところではありますが、このような意識の方にも尊重されていると思えるようなまちづくりがしたいものです。あなたは人権問題に関心がありますか？という質問に対してこのような結果となっております。関心がない人、関心がある人が半々といった状況です。前回調査に比べ、非常に関心があるという方が増えているのは、皆さんをはじめとした人権問題に関わる、これまでの取り組みの結果ではないでしょうか。これまでに人権に関する講演会や研修会、学習会等に何回くらい参加しましたか？という問いについては、このような結果となっております。ここまでの3つの質問から考えると、多くの人が人権が尊重される世の中になっていると感じているものの、約半数の人が人権に関心がなく、人権の講演会や、研修会への参加も一度もないといった現状があります。果たして本当に人権が尊重される世の中になっているのでしょうか。2016年12月に、ブラック差別の解消の推進に関する法律、略してブラック差別解消推進法が成立しました。このブラック差別解消推進法は、日本の憲政史上初めて、ブラック差別という用語が使われた法律です。皆さんご存知かと思いますが、確認の意味でお話しします。ブラック差別の問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形作られ、特定の地域出身であることや、そこに住んでいるという理由で、日常生活の上で様々な差別を受ける、と日本固有の重大な人権侵害のことを言います。いつ、なぜブラック差別が起きたのか、諸説あり、定説はありません。はっきりとした答えは出ていないのです。ですが、はっきりと言えることは、江戸時代までは人々を差別する身分制度があったこと、そして明治4年に江戸時代まで続いた身分制度を廃止する身分解法令が出されましたが、それ以降もなお差別がなくなっていないということです。残念ながら、今なお結婚の際の身元調査や、就職試験で本籍地や親の職業を尋ねるなど、そういった事案、またはインターネット上での差別を助長するような内容の書き込みがなされているという事案が発生しています。先ほどの人権に関する県民意識調査から県内の状況を見ていきます。同和問題、ブラック差別問題として現在起きていると思うこと、これは複数回答ですが、これの問いに対して、結婚に反対される、
46%、身元調査 28.3%、差別的な言動 19.2%、職場での不利な扱い 18.1%、ネットを利用して差別的な情報を掲載される 10.7%、差別的な落書き 6.0% となっております。このことから約半数の人はブラック差別問題について何らかの差別があるという認識をしていることがわかります。あなたのお子さんが同和地区の人と結婚するとしたらあなたはどうしますか、どうすると思いますかという問いに対しては、こちらのグラフのような結果となっています。関係ない、反対しない、同和地区でない方が良いが反対しないと答えた人は6割を超えていますが、依然絶対に反対、わからないという人もおよそ4人に1人いることがわかります。全国的にもこうした現状があり、それを踏まえ出されたのが、ブラック差別解消推進法です。資料1をご覧になりながらお聞きください。全6条からなる法律です。ブラック差別解消に向けた基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ブラック差別の解消を推進し、もってブラック差別のない社会を実現することを目的としています。この法律はブラック差別の名称を冠した初の法律です。期限の定めはありません。理念法ですので、予算措置や差別行為に対する罰則規定、被害の救済の根拠となる法律ではありませんが、差別をなくしていくための拠り所となるものと言えるでしょう。この法律6条すべてが非常に大切なのですが、その中でもポイントとなるところを紹介します。第1条において現在もなおブラック差別が存在するとの認識が示されています。併せてブラック差別は日本国憲法に照らして許されないものである、解消することが重要な課題であると明記されています。第2条においてはブラック差別を解消するために国民一人一人の理解を深める必要があることが書かれています。身近にブラック差別がないからとか、聞いたことがないからといったことではなく、国民一人一人がブラック差別を解消する必要があるのだという考えを持って理解を深めていく必要があるということです。第5条では教育・啓発の推進について書かれており、ブラック差別問題を避けて人権一般論のみを行うのではなく、ブラック差別問題に改めて向き合う姿勢が必要であると言えます。ここで第1条をもう一度ご覧ください。この法律は現在もなおブラック差別が存在するとともに、情報化の進展に伴ってブラック差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえという記述があります。国はインターネット上のブラック差別を問題視しています。現在ネット上では差別発言の横行や地名等の情報を暴露したり、デマや偏見等の差別的情報が発信されています。これらの情報を悪意のある人が故意に拡散したり、またブラック差別について知識のない人たちがそうした情報を鵜呑みにして差別的情報を拡散している現実があります。インターネットは非常に便利で現在社会に欠かせないものとなっておりますが、インターネットには注意しなければならないことも多くあります。インターネット上ではデマや偏見、差別的情報が圧倒的な量で発信され氾濫しています。現実社会では許されない差別行為でも、ネット上では相手の顔も見えず、またその匿名性からこれここまでやっても許されるといった錯覚に陥りがちです。その結果差別に対するハードルが下がり、悪循環を起こしてしまいます。またインターネット、 SNS 等は趣味の似た人、考えが似た人をつなぎ合わせる特性があります。
一度検索した情報に関係するニュースや広告が自動で表示されたり、SNS では自分の趣味嗜好と近い人を自動で表示したりすることができます。スマホやタブレットといった情報機器端末を使うことが当たり前になり、情報のほとんどをスマホなどから得るようになると、限定的な情報になったり、価値観も限定的なものになる恐れもあります。インターネット上の差別に関する書き込みや、一部の情報を鵜呑みにすることで、固定観念、思い込みが生まれ、偏見から新たな差別を生むことも考えられます。差別が起こる背景を考えたとき、他人と自分を比べたり、それによる妬みなど、さまざまな要因が考えられますが、思い込みであったりとか、偏見、決めつけといったものは、この差別が起こる大きな要因だと考えます。一度持った偏見や固定観念はなかなか変わりません。ましてや何年にもわたって刷り込まれた偏見であれば一朝一夕に変えられるものではありません。偏見や固定観念をなくし、差別をなくしていくには、繰り返し学習して差別問題について正しい知識を持つこと、そして差別を受けた方の気持ちを推し量ることが大切です。差別をなくそうとする実践力を身につけるためには、知的理解と人権感覚の両方が必要だと考えます。知的理解とは、人権問題に対してその背景や事象を理解すること、覚えることです。人権感覚とは、差別にあった人の心情を推し量る力であったり、人権課題に関する知識理解をもとに情報を選んだり、自分の考えを根拠を持って述べたりできる力です。これらを関連させ、こうした力を学習することを通して身につけていく必要があります。ですが、先ほど紹介したように、人権に関する講演会や研修会、学習会等に一回も参加したことがないという人が約半数いるという現実があります。ここで公民館の学ぶ、集う、結ぶの役割を人権問題の解決、ひいては人権尊重のまちづくりを意識して進めてほしいのです。皆さんの公民館では、すでに学ぶ、集う、結ぶのキーワードのもと各事業を行っていると思いますが、その活動の中に人権の視点を持つことで意識が変わってくるものも多くあると思うのです。学ぶについてです。人権問題に関する知的理解を進めるため、地域の皆さんが参加できる講座や研修を企画することです。すでに企画されている公民館がほとんどだと思いますが、意識を毎年行っているからというものから、人権問題の知識理解を深めるためというふうに変えていただくだけで、その取り組みは変わってくると思います。まずは、地域の方々が参加して学ぶことが大切です。人権問題に関する研修等は参加者が少ない傾向にあります。少しでも多くの住民に学んでもらうため、研修のあり方を工夫することも一つの方法です。座学に限定する必要はないでしょう。フィールドワークや映像の視聴など、その方法も工夫して良いと思います。もしも講師に迷うことがあれば、当課で講師の紹介をしています。資料2をご覧ください。県教育委員会が人権問題講師団として登録している講師を派遣し、講師等に、講演等に活用していただく事業です。自治公民館でも活用できます。不明な点があれば当課にお問い合わせください。集うです。公民館にはたくさんの人が集まります。単なる井戸端会議かもしれませんが、その中に気づくこともあります。公民館に人が集まることで、多種多様な価値観に触れることができます。知らず知らずのうちに思い込み、偏見を持っていることはあります。集うことでそうしたことに気づくきっかけにもなります。集い、語り合う中で、違う価値観
の中で摩擦が生じることもあるかもしれませんが、その時は公民館に関わる皆さんがコーディネーターの役割を果たし、お互いの価値観を認め合えるようにサポートしていく必要があるでしょう。花壇の花や掲示物の整理、椅子の配置など環境を整え、人が集いやすい環境にすることも大切だと考えます。コロナ禍の中、なかなか人が集うことが難しい情勢ではありますが、ネット上での情報交換だけではなく、人と人が語ることで生まれるメリットは大きいと感じています。最後に結ぶです。これまでも公民館では趣味を同じくする人が集ったり、また子ども会と高齢者学級といった集団同士が関わり合いを持つなど、人と人が結びつき、そうしたものが生まれていると思っています。その中でお互いが認め合う場づくりを意識することが、人権尊重のまちづくりにつながるのだと考えます。活動の中に発表の場を設けたり、交流の場を設けるなど、お互いが認め合える機会を増やすことが大切だと思います。自分自身に誇りを持てる、自分を大切な存在だと思っている人には、他者を貶めたりするということはあまりないのではないでしょうか。人権が尊重されている町とはどんな町でしょうか。差別されたり、差別に怯えたりすることのない、誰もが安心して住める町だと思います。この人権尊重の町づくりを進めるには、学習を通して正しい知識や人権感覚を持った人がたくさんいる町にすること、そしてそうした人々が認め合いつながっている町にすることかと思います。公民館にはそうした町づくりを進めることができる機能があると感じています。これまでの公民館の学ぶ、集う、結ぶの役割を人権問題の解決、ひいては人権尊重のまちづくりの視点を意識して取り組んでいただくことが、人権尊重のまちづくりにつながるのではないかと考えています。例年通りという意識で開催するのではなく、人権尊重のまちづくりを意識して目的を持って取り組むことで視点が変わり、新しい工夫が生まれてくると思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。